はい、どうもー、毎日ポジティブ239回目でございます。私がスーパーポジティブティーチャー福です。よろしくお願いします。さあ、それではですね、昨日の動画についたコメント、昨日はですね、2件いただきました。発表したいと思います。まずは最近ものすごくですね、コメントしてくれますうさうささんからですね。ティーチャーが切れなくて一安心、ありがとうございます。僕のことをね、ちゃんと考えてくれてるんですね。なかなか僕切れないんですけど、まあ昨日はちょっとうんっては来たんですけど、でもこのね、こうやって毎日ポジティブにね、話を言えるだけでラッキーみたいな感じで、全然切れませんからね、大丈夫です。怖い人じゃないから大丈夫ですよ。さあ、続いてですね、矢部さんからいただきました。実は思いやりがこもっていたかもしれない。そうですよね、出ろよで言った。でもね、俺のことどうでもよかったら出るなんて言わないしね、俺のこと出るの待ってないから、思いやり、もちろん思いやりなんですけども、けども顔と言葉がもっと良ければ最高だったよって話です。そういうふうなことができれば、もっとさらにそのおっちゃんがもっとレベルが上がるんじゃないかなっていう勝手な僕のですね、思いという話で、あんな形で喋らさせていただきましたということですね。でも思いやりはみんなありました。素晴らしい、ありがとうございます。さあ、それではですね、今日はなんと久しぶりにゲストがいます。ゲストを呼びたいと思います。ゲストさん、お願いします。はーい。すいません、近づきすぎましたね。はい、はい、これはこの方はですね、翔太くんと言ってですね、翔太です。このポジティブ居酒屋の超常連のお客様でございまして、なんで顔を決めてるか分かんないんですけどもはい、本当すごい仲良くてですね、実は僕と1年間ぐらい一緒に住んでたぐらい仲いいんですよ。1年間住んでました。はい、僕がですね、全然家に帰れないで、ほとんど一人暮らししてても、ものすごい家賃無駄だなと思った時に、たまたま翔太君がですね、引っ越し先がなんかまだ見つかってないってことで、あ、じゃあうちのところ来るみたいな、全然立地もいいし、まあ10万ぐらいの家賃だったら5万5万でいいんじゃないって言ったら、本当にじゃあ行きますって言って本当に来てくれて、僕のパンツを本当毎日洗ってられたら本当に素晴らしいですね。ひたすら洗ってましたよ、パンツを。パンツをパン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 やってね、僕もほとんど家にいなかったんで、もう翔太君もものすごい快適だったし、僕もめっちゃ快適だったという、そういうですね、仲でございます。翔太君もですね、ちょっと僕の印象をちょっといいですか。はいはい、僕はどんな印象でしょうか。いや、そうですね、ティーチャーといえば、もうまあ家での出来事で言えばですよ。あ、いいですね。ティーチャー帰ってきたら、もうただならぬものを感じて、僕はもうすぐに察知しちゃうんですよね。ああ、もう僕なんかオーラ的なものがあったもの、家に帰ったらね。エレベーター上がってくるじゃないですか、もうその時点でから気づくんですよ。あ、気づく。なんか違うぞ、あ、これ、あれ、帰ってきたなと。で、まあ革新的なとこになるのは、もうエレベーター上がって玄関先まで来て開けた瞬間なんですよ。開けた瞬間、あ、これ、来た来た来た、あ、やっぱり、ティーチャーだ。あ、臭いんじゃねえか。俺臭い。ずーっとエレベーターの中からもうすでに臭いやつ始まってるってどういうことだよ。はい、洗濯始まりまーす。待って待って待って。おい。おい、本当にこれ見てる人が、俺めっちゃ臭い脇側のやつみたいになっちゃうんで、その訂正だけですか。これ、どこからその匂いは生まれるんですか。おい。訂正しろ。訂正しろ。まあ、こういうふうにね、仲いいんですけども、まあ、やっぱり、なかなかこのですね、毎日ポジティブに、ゲストの方が来られないので、ゲストもね、質問というか、こんだけ、顔決めないと、こんだけね、仲いいんで、そういう仲いい人が僕に聞きたいことって、多分あると思うんですよ。それって結構興味あるのかなと思うんで、ちょっと2個だけですね、質問を、今、何の打ち合わせもしてないんで、どんな質問をするか一切わからないんですけど、僕は全力でその質問に答えたいと思います。ということで、まずはですね、1個目、どうぞ。はい、1つ目です。はい。ティーチャーといえば、あ、常連の方は特に分かるかもしれないですけど、大きなドリームを語ると。ああ、大きなドリーム、夢、それに対して、本当にそう思ってんのみたいな、いけると思ってんのみたいな、12秒過ぎじゃないの、おお、
大丈夫？オッケー。頭狂ってんじゃねえの？オッケー。それ本当にいいの？いつまで？投げよ。っていうのを答えてほしい。はい。確かにあの僕、はい、あのいっぱい大きなですね風呂敷広げます。はい、例えばあ僕だったら今僕がどうやってなんで生きてるのかって言ったら、うん、あ人にいい影響を与えられた時に自分が幸せになれるから、うん、自分の幸せのために生きてるんだよって言ってます。じゃあ自分がですねどういう風になって幸せになれるかって言ったら、このポジビタからも幸せになれるけども、もっとね日本の人たち全員に僕のこと知ってもらってもっと自分が幸せになるし、そしたら今度は世界にね言う人たち行ってどんどん広げていったら、もう最終的に僕はもうこの地球じゃなくもう火星とか全然違う星に行ってポジティブを伝えるみたいな、なんでそれっていうことを言ってるんですけど、こっちは本当に思ってるかって言ったらマジで思ってますから、マジでできると思ってます。結婚してるけどもちゃんと奥さんの了解も得ながら、僕はいろんなもっともっと自分がのフィールドを広げられると、マジでマジで思ってます。頑張れー、はい、頑張れなんだよそれそれで、はい、これマジで思ってます。僕が言う言葉は本当に思ってるから言うんです。はい、以上です。じゃあ2個目、もう時間もねもうありますからお願いします。ティーチャーはなぜそう自分のことを自問で、うん、自答できるんですか。ああ、自問自答できるのか、はい、自分で質問を考えてください。はい、まあ、僕は自分のこと大好きなんですよ、はい、で大好きで、なおかつ今人生まだまだね、今30、僕7歳ですから、まだ何十年もあるわけです。た時にじゃあ自分がどういう風な人間になりたいのかって、うん、そういうことを考えたら、あ、今こういうことやらないといけないよな、今だけ楽しい、もう 大切だけど、もっとこういう自分に なっていたいなっていう願望が出てくるんで、そのために自分と向き合って、じゃあこれからもっと、今もう幸せだけどもっと幸せになれるためにもっともっと頑張ろうっていうことを出すのか、で思ってるんですよ。なのでこれからの未来に自分の中で期待してるから、それで自問自答して今以上にもっと頑張ろうと思えるという、自分が客観的に未来の自分のことを思ってるということですね。はい、ということで大丈夫ですか。はい、大丈夫ですなんか軽いな。はい、ということですね、今日はちょっともう7分ぐらい経ってしまってるんですけど、まあ本当に仲のいいですね翔太くん。ちゃんと今日もね、もう多分お酒7杯ぐらい飲んでるんですけど、まあちょっと酔っ払ってる部分もあるんですけど、でもそうやってこういう中でですね、ざっくばらんに今日はちょっと質問形式で、今日は毎日ポチブを送らさせていただきました。ということで、毎日ポジティブ239回目、全部1じゃねえかよでしたお前が閉めんな。バイバーイ、ご清聴ありがとうございました。後で反省会な。